いただきます。乾杯。なんでさ、普通に飲んでコキャって言うの？いや、なんか吸い込まれた。美味しい。うん、うまいぶ。テントの中のものがだいたいここに入ってる感じだよね。そう、もうこれだけ、うん、ゴールゼロとゴールゼロもどき、この2つだけで棚が作れるから。なんかゆきこね。そう、ゆきちゃん。ゆきちゃんです。うん、あ、本当に面白かった。おはようございます。おはようございます。朝になりました。なんで清々しいんでしょう。全く暑くなくてサラサラで過ごしやすい。昨日11度まで下がったんでしょう。そう、気温見たら4時11分に11度を観測しておりました。出るんだよね、最低気温みたいなね。そう、あの温度計で一番下がったポイントを測ってくれてるんだよね、うん、6月中旬、うん、もうすぐ下旬、もう下旬だよね。で、夜中もう最低気温が11度。春夏シュラフだけで来たら結構テントだったら寒いな。そうだね、うん、コーヒー飲みましょうか。そう、これ美味しいんだよね。ドリップアイスドコビー、うん、茨城のコーヒーらしいんですよ、うん、美味しいからさ、いつもすぐ飲んでしまう。これだったらね、私ね、ミルクもなくても飲めちゃう。あ、そう、うん、飲んでるで飲んでるで飲むでる。あ、飲んでるが見えなくなった。また煙がこてる。私には一切来ない。並びでさ、いてもなお太郎の方へ行く、この焚き火の煙。煙野郎だからさ、絶対こっち来るんだよ。灰が乗ってるのか、それとも日焼けで皮が剥けてるのか。どこ？鼻。あ、皮が剥けてるんだ。うん、日焼けだと思う。いただきます。乾杯。目覚める。普通に飲んでコキャって言うの？いや、だってゴクゴクって言うでしょ。私言わないのもんだって。あえて言わせれるけど。なんか吸い込まれた。言ったよ、また。飛行機のトイレみたいな音した。はい、朝ごはんの時間だよ。ご飯だって、ご飯。はい、食べるかい。あら、偉いね、メリメリ。ニコもお座りする？お座り。あら、偉いね。
はい、どうぞ。普通にしちゃった。オッケーって言ったけど入れ続けてた。じゃあこっち少なめ。うん。このぐらい。うん。いただきます。いただきます。コーヒー追加。いる？うん。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。よしデザートだ。これが目に入らぬか。何ですか。ザ朝霧ザミルクサブレサンドだって。すげえ。サブレサブレサブレサンデディン。ミルクサンド。ニューエラみたいになってるよ。え？ニューエラみたいになってる。うわーうわーやばい。うわなんじゃこりゃ。はあ。うわついちゃってるついちゃってる。もったいないねこれ。もったいない。うわついちゃった自分に。うわおいしい。うんうまいブミルク濃厚。うん。ポロポロするよ。一口でか。ね。食べよ。これしかない。半分くれるって言ってたじゃん。一口って。このチーズ食べる。いいよ食べて。広角レンズのもうちょっとこっちになんでだろうね。俺の方が長くなるな。違う人に見えるよ長すぎて。縁も竹縄となりましたので、はい、片付けタイムに突入いたします。片付けましょう。お願いします。お願いします。トランクカーゴは3つですか。トランクカーゴ3つです。50が2つと、うん、70が1個。そう今日はインナーがあるから、うん、ラグはもう70の箱がないと無理なんです。じゃあラグがここの70のボックスに入ってると。そうだからドマスタイルインナーなしスタイルだったらこれがない感じです。あ2つになるの。2つにしてます最近、うん。テントの中のものがだいたいここに入ってる感じだよね。そう、もうこれだけ、うん、ベッドでクーラーボックスだったり、はい、フィールドラック、はい、椅子、はい、テーブル、うん、焚き火台、はい、っていう感じ、うん、それ以外は全部ここ、はい、ライトグッズこんなにあるからゴールゼロとゴールゼロもどき。ほぼもどきだけど。そうほぼもどき。あここにしまってます。台座も LED を引っ掛ける台こんな感じで。これネイチャーハイクの。そうネイチャーハイクのボックス。キッチングッズの方に入れて。ネイチャーハイクは分かりやすくこれついてんだけど、ここペリ、うん、こっちがキッチングッズでこうやって全部コップ、グローブ、やかん、うん、箸とか、はい、ナイフとかトングとかが全部ここ。結構入るのこれ。
さっきのシェラカップは、うん、シェラカップ、シェラカップとか醤油差しはこれ、チャイハネのケース、そう、これがスパイスボックス、この辺がね全部キッチングッズ、あとはここに缶クーラーとか大きいお皿、うん、こういうのとか、はいはい、まあ、あんまり使わないけど料理によっては大きいお皿じゃないとっていう時はこれ、皿洗いの洗剤とスポンジ、キッチンペーパー、はい、ハーフユニットとか天板とかをこのチャイハネの袋にしまってます。しかもさ、ポケットついてて、うん、ちょうど中にここに、なんかこれ用のそこに入れれるっていうありがたさ、すごい。これ、はい、本当このガスのセットだけは別にして、はい、これはキッチングッズ、キッチンボックス、うん、これもこのまま入れます。シェラカップ、うん、食器洗い入れます。これ食器、ゴミ袋入れます。これはね、こんな感じで余ったところ。あ、なるほど、こんな感じで、うん、これがね、入るとき入んないときがあって、こっちに入るときもある、こっちでもいいか。今この椅子入ってて、うん、椅子とこのたまに使う底上げの100均の台、うん、このシュラフとか枕はラグと同じところに入れてて、普段引っ掛けるロープ、ドライバッグ、ガス缶とか温度計とかシングルバーナーとか、この辺は全部この無印の箱に入ってて、ここに、それはこれは LED 以外のオイルランプ、うん、オイルランプ、オイル、うん、とでかいランタン、LED ランタンと、ちょっと箱系にさ、しっかりしまってるシェードをここに入れてます、うん、割れちゃうしね、そう、割れないように結構クッションが厚いから、このカバンがこっちに入れてます。こんな感じで、傷ついたり割れたらやだなみたいなやつ、うんうん、これはこれ単体です。あ、これ単体、うん、はい、これオイルランタン縦に入れれるんで、そのオイルランタンのケースは、これはランタン界、うん、ダックノットさんのオイルランプケース使ってます。あ、もうオイルランプケースなんだね。うん、虫よけとか細かいの、そう、でっかいスプレー系、やっぱりこっちのさ、キッチンとはあんまり一緒に入れたくないみたいな、うん、終わりです。お、なんか結構全部が、うん、こんな細々してなくて、細々してるものは箱に入ってるし、こういう風に上から見た時にすぐ分かる感じで、うんうん、なるべく見て分かるように入れてます。なるほどです、うん、はい、あとはもうフィールドラックとか、うん、ラグマット、椅子、テーブルだけです、うん、なるほどね、 大きいものね。そう、だからいつもこうやってもうカゴ持ってきて、うん、全部一気に詰めて終了っていう感じなんで、はい、結構持ち運びが楽。うん、うん、選手交代、選手交代、休もう、ママ食べよう。これいつも使ってるメインテーブル、遊びファクトリーのやつは、うん、こんな感じで、なんだよ、こんな感じで音がするとすぐ行っちゃう、みんなぺったんこになる、薄っね、これいいよね、うん、楽ちん、本当に便利、隙間にスッと入るからね。やっぱ大きくても、うん、薄いっていうだけで結構収納楽だから、そう、うん、フィールドラックがだいたいいつも6個使ってます。荷物置き、うん、これも荷物置き、
まあ大体クーラーボックス、食材、ゴミ箱って感じ。そう。とこっちに4つ、うん、これは802の天板、はい、ブリッジ、うん、ビールドラッグをつなげてなんと棚にできるという、そう、素晴らしいアイテムです。でこれは、うん、フィールドラッグに買った時に、フィールドラッグっていうかうちが使ってるのはキャンピングムーンの、うんうん、このキャンピングムーンのフィールドラッグなんだけど、これ3個セットのやつなんですよ。そうするとこの天板が1個ついてくるんだけど、漏れなく1個ついてくるんだけど、もともとはこういう竹みたいなやつなんだけど、100均のシートを貼ってテープで留めてます。でなんかちょっと板っぽく、かわいい、ヘリンボーンの形に変えてる、うん、なんでこれが33で2袋、1袋に3個入って天板、漏れなく1つ、はいと一応ブリッジもね入る。おー、こんな感じでこれで棚が完成します、うん、これを2袋作るってことですか。そう。でもこの棚あるとやっぱいいよね。さっきみたいにさ、クッキングスツール置いたり、うん、キッチンペーパー置いたり、その上にはランタン置いたりできるから、うん、この2つだけで棚が作れるから、棚にもなりテーブルにもなりだからいいよね、うん、前は結構さ大きいさ木のね棚とか使ってたんだけど、持ってってた、このフィールドラックス、フィールドラックス、フィールドラックス、テーブルにラックスが、うん、テーブルにもなるから、うん、結局1個だけ使おうとかもできて便利。そうね、うん、終了。ギンガムチェックのを使ってるんですけど、これもなんか最近これ使い始めたのが、めっちゃ薄いんですよ。これもめっちゃ薄い。そう、座り心地的にはあのオンウェイが大好きなんだけど、そうローチェアでね、うん、好きなんだけど、まあ、それなりのなんかこう厚み重さ、うん、大きさがあるから、うん、これ結構薄くて使いやすい、持ってきやすい。そうで、こうやってインナーの中で使うときには、うん、存在感がでかすぎちゃって、オメだとそうなの、椅子みたいになるから、うん、このサイズ感がすごいちょうどいい、うん、まあ今日はね寝具がないんで、うん、参考になるかどうかは分からないですけど、はい、終わりです。はい、ね、荷物を搬出しました。広いね。今ラグだけになったんですけど、うん、ここで新アイテム、はい、こちら、ちっちゃい、ちっちゃい掃除機です。掃除機、うん、なんて書いてあるのこれ。セルキューブ、セルキューブ、うん、のホームバキュームクリーナーっていう、おー、掃除機を、ご提供ですけどいただいておりまして、めっちゃちっちゃいね。なんかテントの中の掃除問題、うん、結構ね、ほうきとちり取りは使ったりしたことあるんだけど、うん、結構めんどくさくてやってなかったりして、めんどくさい、うん、こういうなんかほこりっていうか、なんていうのかな、やっぱり草おいしい、うん、さっきのバラバラ食べちゃったサブレみたいなお菓子のカス、うん、ネギ、うん、ネギやばい、いろいろ落ちてます。こういうとこ玄関周りは特に煮込めりがいるんでね、うん、やっぱささって急に入っちゃったりとかして、うん、たくさん持ち込んだり、今ラグ敷いてるけど実はこの下も、あ、そうだね、ジャシジャシなままだったりとかします。でこのサイズ、掃除機もう水筒、うん、水筒サイズ、どうぞ開けます、はい、うわ、いい色じゃない、かわいい、いい色、しかも軽、うん、軽いよね、うん、これね重さが 450g なんで、おー、ペットボトルより軽いっていう、軽い、うん、すごい、このまま使えるんだよ。あ、そうなんだ、うん、一応ブラシもついてたでしょ。あ、そうそう、充電するやつと、うん、このブラシとこれって充電は USB-C で2時間ちょいで 2.5 時間で充電ができて、使用も2段階使えて、うん、ノーマルモードで35分、そんな使えるんだ、うん、パワーモードで15分も使えるから、じゃあ例えば、うん、車の中もあ、いけちゃうね、掃除できたりとか、うん、確かに。で値段もね1万円ぐらいなので、カラーが3種類、うん、ちょっと別途で撮影してきたものですけど、3種類カラーがあります、ライトチェリーとライトブルー、これがベージュです、うん、でなんかね入れ物の箱も可愛かった、うん、あ、確かに、うん、なんか症状の筒みたいな可愛らしい絵が書いてありました、うんうん、のに入ってました。なんかね各カラーごとにね、うん、
イメージキャラクターがいてですね。あ、そうなんだ。このベージュのキャラクターは、うん、ユキコです。ユキコ、はい、なんかユキコね。そう、かわいい。そう、いろいろ殻ごとにいるんですよ。ユキちゃん、ユキちゃんです。うん、ブラシなしでも吸えるっちゃ吸えるみたいだけど、これで、うん、間口が広いけどね、うん、ちょっと押してみようか。ポタン一回押し、うん、ノンマルだったらそんな音うるさくない、ね。ハイパワーだとちょっと気になるね。ちょっと気になるね。ノーマルでいきましょう。いきます。すごい、うん、ゴミ、うん、あ、ここに入っていくんだ、うん、この辺草とか。お、入ってる入ってる。おお、ほんとだ。ちょっと待って、すごい散ってる。草吸います。勢いだね。パワーがやっぱありますよね、うん、なんか1万 PA って書いてあったけど、ちょっとその基準が分かんないけど、うん、強いらしいですよ。そうなんだ、うん、これがさ、ノーマルでしょ。じゃあハイパワーだったら結構吸うね、このお菓子のカスとか、うん、でもさ、ノーマルで十分じゃない。十分十分吸い取ってくれてる。結構それこそなんか小石とかさ、うん、石みたいな砂利を吸うときじゃないの、ハイパワーって。あ、ちょっと重みがあったりとか、うん、すごい問題なくサクサク。ブラシあった方が楽。あ、なんかどっちでもって感じ。やってみる。一回消すときってやっぱハイパワーを経過しなきゃいけない。いや、押してみ。そうだね、うん、ハイパワーを経過しないと、経過しないといけない。お、こんなに溜まってますもん。おお、すごい、こんな溜まった。すいません、汚くて。この端っこのさ、なんか砂利、あ、細かい。わ、すげえ。おー、綺麗になる。溶かしてみていいですか。うん。うわ、汚っ。汚っ。さ、なんかを畳んで叩いてる時にさ、ザーってゴミが出てさ、あーって思いながらもうそのままにしてる。とりあえずラグを一回かたしちゃおうか。はい。しかもさ、この形のテントってさ、あのインナーをさ、なんかなんていうの、逆さにしてバサバサとかできないんだよね。できない。できて、やっぱカンガルーに使ってるちっちゃいテントとか。そうだよね、うん、ああいうのじゃない、逆さにして出すとかができないから、うん、めっちゃ役立つわこの掃除機。本当にここら辺めっちゃ汚い。出入り口、うん、やっぱこう草とか入っちゃうから、ちょっとここだけ やりますか。じゃあ、はい、ここにもでかい草あります。あ、そうだ。オッケーオッケー、終わりじゃん。いいですか。すごい。めっちゃ綺麗になった。新品みたいになったじゃん。なった、やっと。もう欲しかったんだよね、ずっとこういうの。ゴミはこんぐらい。どうやって捨てんのこれ。おー、すごい、結構取れてるけどまだ余裕ありますね。全然ある、ね、あのキャップ外す感じで。そうそうそう、これ、うん、で、で、そのフィルターがあるんで、うん、あ、そう、これがヘッパフィルターかな。すごい、この細かいホコリがこっちについてる。なるほど。まあ、こんな感じで、うん、で、こっちがちょっと粗いフィルター。うん、あ、おお。で、捨てるだけだ。このままピッピッピッって、うん、あ、洗ったり、洗って乾かしても使えそう。そう、洗えるみたいよ、ここは。あ、そうなんだ、うん、おお。とりあえずパンパンパンで、で、これも戻して、うん、あ、できた。あ、できた、うん、終わり。簡単、綺麗。ちっちゃい。ちっちゃい。これ常に持ってたら楽だよね。楽で、バサーとかなんかこぼしちゃったら、うん、ラグを持って最後に外で叩いてちりとりで拾おうとかじゃなくて、その都度去って吸っちゃえば、うん、帰りの吸い取りも楽です。そうだね、はい、この隙間に入るよね。うん、 OK、 いいじゃん。いい
じゃん、すごい。じゃあテント OK です。はい、はい、あとは、うん、こちらの焚き火コーナーだけ閉まって、うん、終了となります。はい、はい、もうすぐですね。なんか焚き火の炭は結構キャンプ場によっては炭捨てれるところとか場所が遠い時が多いんで、まあ今日もふもとっぱらは遠いんですよ、炭捨て場が。だから炭捨てずに持って帰っちゃうことが多くて、この火起こしと火消しが両方できる火消し壺で炭を持って帰っちゃいます。まあ、その焚き火台にもよるんですけど、炭が結構こぼれやすい形のも多くて、自分で焚き火台を作るとしたら炭を捨てるところの動きまで考えたいぐらいなんだけど、炭がね捨てづらいっていうのが結構焚き火台多いんですよね。この焚き火台はまだね捨てやすい方。まずここにね引き出しがついてるから、ここにある程度炭が溜まってるんで捨てやすい方で、あとは残ったやつはこう焚き火シートをいつも使ってるんで、ここにもう一回落としちゃう。これをこうまとめてここに捨てます。あとはまあちょっと漏れた分拾って、逆になんか皆さんがどういう片付け方法なのか、効率いい方法があったら教えてください、コメントで。僕は今んとここんな感じでやってます。ででん、しまいました。うん、さっきの焚き火グッズとか、まあ、焚き火台はちょっと今回でっかいんでここなんですけど、こっちは薪、余った薪とゴミ箱とかをアルミコンテナに、結構外物っていうの、汚くなったりするものはアルミコンテナで持って帰ります。テント内にあったやつがここ、ここですね。うん、こんな感じで帰りはこっちに、この中に積み込みします、テントの袋。うん、はい、うん、じゃああとテント畳んで、はい、積み込みしましょう。はい、空気抜くの。はい。どうですか。あ、いいですね。ポールと手で。ヨメダンさんはこのポールの袋を多分別保管してて、わかる、重いからね、うん、忘れちゃったんだよね、この間だったんだよね。あ、面白かったな。あ、本当に面白かった。忘れなかったね、うち、うち忘れなかったね。あ、重い。積み込み終了です。こんな感じで、なんかこうしっかり片付けを取ったりしたことないから、なんとなくシーンとしては取ってるけど、うん、ちゃんとはやってない。そう、すごい詳しくやってみたんですけど、はい、まあ参考になるか分かりませんが、我が家の
キャンプの撤収でございました。はい、はい、まあ、なんか収納術とまではいかないので大したあれではないので、はいはい、だどうやってんのかなみたいなところにスポットを当てたって感じですよね、うん、でもねこれでベッドスペースは何も荷物がない状態で、そう、後ろに全部詰まってるんで、うん、クーラーボックスだけちょっとはみ出ちゃったけど、そんな動画でございました。はい、はい、他にもですね、こう車中泊にフォーカスした動画とか旅の動画もやってますので、ぜひぜひチャンネル登録してない方はボタンだけでも押しといてもらえたら嬉しいなと思います。よろしく。そう、はい、それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなり。さようなり。ありがとうございました。斉藤でした。斉藤でした。気をつけて帰ります。いつも出たがる富士山は最後まで見えませんでした。こんな感じで本当はねこの辺まで富士があるんですけど見えませんでした。